呪いは消えることはない。その人がどんなに念じたからといって呪いは許してくれない。それゆえに呪いは怖い。いやあ、刹那圭介だよ。いきなり意味わからんこと言ったけどすいませんね。今回から新しいフリーゲームの実況樹木やっていきたいと思います。よろしくお願いします。樹木探索系ホラーゲーム、最近のフリーゲームの定番になったジャンルじゃないでしょうかね。でもって見たらわかる人もおるかと思いますが、和風ホラーですね。やっていきたいと思います。なかなかいい雰囲気ですよ。これ、ちょっと聞いてくださいよ。歌声が流れてるんですよ。怖いね。ニューゲーム。日本の遥か昔。呪術。呪い、儀式、それらは確かに存在していた。現代にも残る呪い。なんて読むかわからんけど、なんとか国参り、こっくりさん、一人かくれんぼ。それらは所詮、人が真似て作ったまがいものに過ぎない。本物の呪い、それは抗えない。死の確定。とある廃墟。あ、ここは別にそんな読み方せんでもいいと思うんやけどな。まあいやいや。お、これは館かなんかの、なんか雰囲気だけで何もなかったな。そうだな、性格いたのにつまんねえ。まあいいじゃない、みんな無事に帰れるんだから。あ、女の子これ。なんか女の子っぽい男の子に見えてしまった。よし、雨も降ってきたみたいだし、そろそろ帰ろうぜ。そうだな。おい、ナオトか。ナオト、帰るぞ。何してんだ。うん。この子が主人公っぽい感じがするな。なんか書き方がそんな感じがするな。なんか弱々しい系の主人公って燃えるよな。男の俺が言うもんなんやけどな。おいおい、そんなん持って帰ってどうすんだよ。行くぞ。このように、なんかこの男さん女一の感じは青鬼の感覚があるような感覚が。ナオト、あんなもん持って帰って大丈夫か。ん？ん？何も持ってきてないぞ。嘘つくなよ。さっき部屋の中で赤い石みたいなのをポケットに入れてただろう。あれ？本当だ。置いていった方がいいんじゃねえのか。まあまあ、俺だって古い本持ってきたんだからいいじゃねえか。高く売れるかな。やばいもん持ってきてんじゃねえの？赤い石、ルビーしか思いつかんけどさ。私は最近悪夢を見る。追われる夢を見る。いや、間違ってはいないのだが、何かが違う。私が私を追っているのだ。古い木造の家の中で私は逃げている。見たことも行ったこともない家の中で、私は逃げ惑う私をひたすら追いかける。そして最後は必ず赤い扉の前で私は私を捕まえる。目の前が真っ暗になると同時に数字が頭に浮かんでくる。2102。そしてそこで目が覚める。2102。これ絶対覚えとかないかんやつじゃない？ 2102 か。どこで使うかわからんけど、今後なんかに使いそうやね。どこで私って言ったけど、この声でよかったんかな。ある日の学校の放課後。どこで主人公どれだったんだろう結局。また新しい人物出てきたよ。最近こんな夢ばっかで気がめいっちゃうよ。あ、これなんかフリームのところでこんなキャラクターおったけど、この子が主人公。まさかのあの4人の中1人でも1人として主人公おらんパターンだったかな。嫌な夢だね。あー、なんかこの子かわいい、この子かわいいんやけど、俺ショートヘア好きなんやけど、個人的にこの子可愛いわ。この子が主人公の方が良かったとか言ったら、作者さんに怒られるけんやめとく。この子は私の親友の弥生。どんな相談でも聞いてくれ
とても良い、いい子だ。それに兄貴までなんか様子が変なんだよね。あの4人のうちに兄貴おったんか。お兄さんが？いつも元気でうるさい兄貴が全く喋らなくなったんだよ。それに部屋くらいは一人こことが聞こえるし。気味悪いよ。ああ、あの赤い髪のやつだかな、兄って。引いてる。そういや、肝試しに行った時からかな。兄貴が おかしくなったのって。肝試し？どこに行くかは教えてくれなかったんだけど、もしかしたら行ったところで何かあったんじゃないかな。引いてる。あ、もうこんな時間。そろそろ帰ろっか。今日は話聞いてくれてありがとうね。兄貴、大丈夫かな？どうでもいいけど、あの犬が気になる。ただいまー。ただ帰宅しただけなのになんでこんな BGM 流れるんですか？なんかあるんですか？ん？誰もいないのかな？ちょっと怖いんですけど。お母さん、ただいま。やっぱ誰もいないのか。やばいぞ。電話に伝言が入っている。お母さんからのようだ。お母さん、どこ行ったんですか？ナオトの様子がおかしいので精神科まで一緒に行ってきます。お母さんとお父さんはしばらく戻れないと思うのでお金を置いていきます。それでご飯を食べてください。精神科？兄貴が？少し兄貴の部屋を調べてみよう。お、兄貴の部屋か。特に変わったところはないかな。もう少し詳しく調べてみよう。兄貴、何があったんや、精神科とか。女の子にでも振られたんか。振られてショックで精神科行かないかんようになってしまったんか。ほら、カップラーメン開けとるし。げっ、食べた後のカップ麺だ。多分鬱になってカップラーメン生活が始まってな感じなんだろうかな、わからん。燃えないゴミが置いてある。兄貴、ゴミぐらい捨てなよ。ファッション雑誌。あー、これ絶対女の子にモテようとしたな、兄貴。あ、モテようとして空回りして今こんな感じになってしまったんか。残念だよ。本棚か。特に変わったところはないかな。本棚の上に本のっけてある。入りきらんのかよ。もう一個買いなさい。それよりこれ気になるけどするね。今はするね。テレビ。テレビか。特に変わったところはないかな。タンス、クローゼットか。特に変わったところはないかな。ん？これは？引き出しの中から兄貴が書いてとも思われる日記を見つけた。来た。これはなんかにあるぞ。兄貴の日記、こんなものを書いてたのか。7月22日。先日大学の友達と4人で肝試しをした。場所はわからないが、古い日本家屋日本家屋でいいんかな、これ。家屋ではないよな、絶対家屋ではないもんな。場所がわからないというのは、見て噛んでる。生き方が少し変わっているからだ。右手の甲に目の文字を書いて、裏山の森の中を歩いていると自然とたどり着くのだ。何それ、何の魔法を使っとんなそれ。目の文字を書いて、右手の甲に目の文字だろ。人と書いて飲み込みなさいってやつじゃないそれ。目と書いて飲み込んだらどうなるんだろうね。不思議なことに、目の字を書いていないとたどり着くことはできない。日本家屋では、雰囲気が怖いだけで結局何もなかった。ちなみに、帰りは帰るときに書いた目の字を真ん中の2本の線の間を黒く塗りつぶしました。塗りつぶし、また、森を歩けば外に出ることができる。なんで真ん中塗りつぶすんだろう。7月23日。一緒に肝試しに行った友達の一人が自殺した。え、飛び降り自殺だった。家族の話になると、彼は死の直前まで何かに怯えていたという。最後は俺を見るなと言った。
て身を投げ出したらしい。目？ここで俺は自殺した友達と俺との共通点に気がついた。そうだ、男だ。それは肝試しをした家の中にあるものを持って帰ってきてしまったという。ああ、男っていう共通点じゃない、男じゃない、もしかしてその子オカマだったん。そういうことか。何を持って帰ってきたんだ。俺は持ってきた記憶はないのだが、いつもにかポケットに入っていた赤い石、1階の大広間で拾ったらしい。拾って帰ったんだが、え、待てよ、赤い石を拾って帰ったんはあの弱々しいような感じの金髪の男の子だったことじゃない。あ、そうなんだ。え、ちょっと待って、そんなに元気はなかったと思うけどな。あれ、あれ、俺のちょっと情報というか情報の整理が悪いかな。あれ、まあいいや、まあいいや。最近視線を感じることが多い。俺はともかく部屋の中でも視線を感じる。外はともかくで、俺の中俺もあいつのように狂ってしまうのか。7月24日。怖い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 。あー、これを見ているこの子も怖いと思ってるよ。あ、そんなに怖いと思ってないんや。ちょっと待って、今の最後の怖い怖い怖いで、ちょっとその顔はないだろ。もうちょいええー、って顔せんの。なんでそんな顔でいられるん。お兄ちゃんがえらいことになってるんやで。兄貴が持って帰ってきたもの、赤い石？ルビー？兄貴の机の上には確かに赤い石が置いてある。石の隣にビデオカメラが置いてある。ん？これは肝試しに行った時撮ったものだろうか。私はそのビデオを再生してみることにした。勇気あるな。それよりあの光っとった丸のことを調べるのを忘れとったけど、後で調べれるんかな。リアル、めっちゃリアル。こんな感じだったんや。なんだそのカヤって、日本カヤって読むか知らんけどさ、めっちゃ荒れとるな。やばいん聞こえてますやん。でそこで終わりって、もう完全にホラーじゃないか。もう、相手なんなん、幽霊なんこれって。幽霊こんな泣き方するんか。何の化け物これ。ここ私知ってる、夢で見た。そう、あ、さえ、ここにいたんだ。弥生ちゃん、ちょっと、今のちょっとびっくりしたんやけど。そんな可愛い子が、そんな怖い出てき方せんといて。てか、なんで勝手に入ってきてるん。弥生、ごめんね、勝手に入って。さえのお兄さんのこと少し気になって調べてみたんだけど。弥生、どうして私、行ったことのない家の中知ってるんだろう。え？どうしよう、兄貴が死んじゃう。お、落ち着いて。え、何？赤い石が光って。で、ばあさんがパリーンって窓割って、それが飛行石じゃ、その石を渡してもらおうとか。なんなんそれ。え、ちょっと待って、え、転移した。何が起きたの。ここは？え？弥生、弥生、起きて。大丈夫？うん。ここは？わからない。さっきこの石が光って、気づいたらここに。ここ、見覚えがある気がするんだけど。さえ、ここに来たことあるの？来たことはない、と思う。あ、夢に出てくる家に似てるんだ。学校で話してくれた夢？うん。兄貴が撮ったビデオに映ってたところも見覚えがあった。もしかしてここ、兄貴たちが肝試しに来た場所かも。でもなんでいきなりここに。わからない。この石、何なんだろう。
兄貴が肝試しに行った時に拾ってきたらしいんだけど、その石この家のどこにあったんだろう。確か1階の大広間で拾ったって兄貴の日記にはそう書いてあったと思うけど、置いてあったところに戻してみたらどうかな。それでお兄さんが助かるかはわからないけど。ごめんね、勝手なこと言って。うんうん、大丈夫、試してみよっか。パパッと置いてきて、早くこんなところ出よう。弥生、こんなところ怖いよね。うん。で、動かせるようになると。まだやることが残ってる。はいはい、わかりました。で、このゲームはダッシュができると。うん。で、メニュー、オッケー、メニュー、メニュー、オッケー。なんて読むんだなんて読むんだ。ミッチーキーブレー、なん、読め読め、一文字として読めない。こっちは神崎弥生、あ、こっちは普通に読めた普通に読めた。うん、まあこの子可愛いと思っとうけん、まあ読めても当たり前っちゃ当たり前ねかもしれんな。歩数が103歩やって、もう、ですね、あ、そうじゃ、このゲームメニューからのセーブできんのだった。そうだった、そうだった。ところでさ、部屋で見たあの光っとる玉って何なんだろうな。全然調べてないけど。しょうがない。じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。